魔法帝国の鉱石軍が花の国に攻めてきたのは10年前のことです。サナギ、こんなとこにいたら危ないよ。私が守ってあげるね。タンポポさん、私たち花の国の住民の多くは鉱石群の持つ魔鉱石により、タンポポさん、次々と妖精の力を奪われていきました。ほう、素晴らしい輝きだ。鉱石軍のやつらめ、おい、大丈夫か。椿、鉱石軍がそこまで来てる。お願い、ひまわりを連れて逃げて。あんたはどうするつもりだ。私は他の仲間を助けに行く。椿とひまわりはどこか遠くに逃げて、そこで根を下ろして幸せに暮らすのよ。いや、私もここで戦う。そんなボロボロじゃ足手まといだ。この子が成長するためにも妖精の力が必要なのよ。お願い、妖精の力を守って。あの日から私は飛べなくなってしまいました。その後、私と椿は必死に鉱石軍の追跡を逃れ、花の国から遠く離れたここロマン街にたどり着いたのです。はあ、この町で私と椿はアジサイさんと出会いました。アジサイさんも花の国の妖精でこの町まで逃げてきたそうです。力を奪われたタンポポさんたちは無事に妖精の隠れ里に逃げ延びたと聞き、私たちはほっとしました。そうしてタンポポさんに言われたように、このロマン街に根を張って頑張ろうと誓い合ったのです。あらあら、もう10年だよ。おーい、寝坊すけくん、それともちゃんなのかな。今日もダメか。もっともっと妖精の力を鍛えないと。豪快だよ。大変だ。豪快豪快、こいつは大変だ。豪快だよ。椿、大変よ。ねえってば椿、アジサイさんが大変なの。またか。どうせお前の早とちりだろう。この前はそうだったけど、今度は本当だって、お前の妄想話は聞き飽きた。ほら、さっさと帰れ。これでも妄想だって言うの、本当にアジサイさんがいなくなっちゃったの。なるほど、お前の思い込みってわけでもなさそうだな。さっきから本当だって言ってるのに、アジサイさんにもしものことがあったらどうするのよ。わかった、もう分かったから泣くな。だってアジサイさんが。お前はアジサイのこととなるとすぐこれだ。ったく。ああ、任せろ。おお。とっととアジサイを見つけて帰るぞ。うん。ここだ。かわしたか。アジサイさん、やめろ。鉱石軍だ。おお、この妖精の仲間か。ひまわりちゃん、椿、逃げて。石を向けられたらあなたたちも力を奪われてしまうわ。あれは
魔鉱石。あいにく空の魔鉱石がなくてね。貴様らはここで殺して俺の実験材料にしてやろう。お前は先に行け。はっ。おい、子供、気をつけろ、そいつの武器。それじゃあ害虫駆除を始めましょうか。毒ガスだ。ああ私は妖精の匂いが死ぬほど嫌いなんだよ。マスクしてても匂うんだよ。死ね。口の悪い子供には急を据えんとな。役立たずが、この俺の手を煩わせやがって。よくも汚れた血で俺を汚しやがったな。それで攻撃のつもりか。逃げ惑う惨めな姿を見るのは嫌いじゃない。いいぞ、もっと抗え。そして苦しい顔を俺に見せろ。どうしよう、アジサイさんが連れて行かれちゃった。あいつらを追ったところで石に力を奪われて終わりだ。今の俺たちにはどうすることもできない。自分の羽がどういう状態なのか忘れたのか。今の自分に妖精の力が全然戻ってないのは分かってる。それでもアジサイさんを見捨てることなんてできない。今はダメだ、一旦戻って策を練る必要がある。どうするかはそれからだ。サナギが浮かしている。どうして今頃。お前まさか力が。ごめん椿、私やっぱりアジサイさんを助けに行く。おい、鉱石群の基地の場所も知らないだろう。大丈夫。な、まったく。アジサイさん待ってて、必ず助けるから。林道の代わりが必要になった。鉄整備兵長、すぐに捕らえた妖精を改造するぞ。へい。痛い。ちょっと、やっぱ。待て、せっかくあったんじゃねえか。ゆっくりしていけよ。モルモット調達の手間が省けたな。こいつも追加だ、ラボへ運べ。やめて、離して、触らないで。何、まさか。あれ脅かしやがって。どうやら妖精として未熟のようだな。ったく世話のかかるやつだ。地上の誇りを抱き。椿。うわっ。ベラメイ、この野郎。かかれ。うわ、いっぱい来た。このガキ、調子に乗るんじゃねえぞ。やらくせえ。後ろだバカ者。えっ。
感謝しろ。最後くらい俺が美しく散らしてやる。ひまわり、先に行け。でもこいつを片付けてすぐに合流する。片付けるだと？身の程を教えてやろう。しまった。お前の相手は俺だ。間違えるな、帝能。剥製と標本どちらが好みだ。選ばせてやる。アジサイさん、アジサイさん、ひまわりちゃん。ひまわりちゃん、どうして無事だったんですね。なんて無茶なことをしたの。お説教は後でいくらでも聞きます。とにかく今は早く逃げないと。どうしたら奪われたみんなの力を取り戻せるのかしら。ひまわりちゃん、逃げなさい。あいつは他のやつとは違うわ。椿、鉱石軍がそこまで来てる。お願い、ひまわりを連れて逃げて。仲間を置いて逃げるなんて、もう二度としたくない。私に盾つこうとする妖精はいつ以来だったか。アジサイさんは私が守る。ダメよ、逃げて。無駄な抵抗はよせ。ひまわりちゃん、おとなしくしていれば命まで奪いはしない。我々が欲しいのはお前たち妖精の力だ。やめて。奪われるのは力がないからだ。慣れ合いで生き残れるほどこの世は甘くない。そこまでだ。もう一匹侵入した妖精というのはお前か。待たせた。椿、全てのからくりは解明した。10年前俺たちの国に火を放ったのは花を燃やすためだったんだ。そんな身勝手な理由で俺たちの故郷を奪い取ったのか。お前たちは。そんな、ひどい。それがどうした。どの道お前たちに勝機はない。それはどうかな。それはまさか。そうだ、これこそ花の国に咲いていた花だ。あれは私の力が閉じ込められた石。ハイドレインジア、きらめく虹をまとって。戻った。よし、あいつを倒してここを突破するぞ。ええ、愚かな。
ぞ。気が変わった。ケタ、違いだ。アジサイさん、ツバキ。生け捕りにするつもりだったが、お前たちはここで始末する。やめて。危険分子は目を摘んでおかなければならない。やめてったら。無へと送り届けてやろう。やめてから始末するまでだ。ひまわりちゃんの邪魔になるわ。まばゆき太陽よ、光の力を私に貸して。私はこんなところでやられるわけには。やったか。何してんだひまわり。何の真似だ。私は何も奪いたくないし、奪われて欲しくない。アジサイさんや椿、妖精のみんな、それにあなたたち鉱石軍にも。甘い考えだ。お前一人で何ができる。大丈夫。だって私には仲間がいるから。これは私たちの物語のほんのひとひらの出来事。アジサイさんを助け出してからも私たちにはいろいろありました。大変大変大変、ツバキ大変なの。今度はなんだ。本当に大変なんだって。アジサイさんも聞いて。どうしたのかしら。私たちは今日もいつも通り元気に暮らしています。この街に